チベタンスパニエルチベタンスパニエルは、チベット原産の愛イ犬種の一つである。別名は、チベタンプレイヤードック、イエムチェアプソ。英語圏での愛称は TBE。なお、名前に、スパニエルとつくが、実際には、スパニエル犬種ではない。2015年6月23日付の FC、犬種標準によって、原産国がチベットから中国に訂正された。これによって、 世界中の多くの愛好家が、チベタンスパニエルの原産国は、チベットであり、中国ではない。歴史を歪曲してはならないと強く抗議している。しかし、アイヌという国は存在しないと同じように、チベットという国は存在しない。紀元前から存在する古い犬種で、紀元前1100年頃に作られた、中国の銅像にもその姿が描かれている。チベットの寺院で何千年にもわたって、 大切に飼育され続けてきた犬種で、通常は門外不出だが時に国王などへの献上品として使われることもあった。詳しい追い立ちは不詳であるが、ペキニーズやブータン原産のダムチなどとは、血統が非常に近いと言われている。なお、中国原産の愛岩犬種の多くは混ずるが、潰れているが、原因やルーツは全くわかっていない。 王族には愛玩犬として、寵愛を受けていたが、寺院では愛玩犬としてだけでなく、特別な役割を担っていた。チベットの寺院にある、教文の書かれたマニ車を回すのがその仕事で、この刺激を持つ犬のことを通称で、ゴン行犬という、教文の書かれたマニ車を回すのは、多くの苦読を得ることができると信じられているためである。一周回すことで一回教文を唱えたのと同じ。 苦毒が得られると言われており、人と犬とでたくさん回すことでより多くの苦毒を得るために行われている。1898年にヨーロッパで初紹介され、初めて寺院から王族以外の人の手に渡った。後に、不思に公認剣種として登録され、世界的な人気を得るまでに至った。しかし、近年は他の剣種に押されて人気が薄れている。日本でも、 そのことは例外ではないが愛好家はオリーブリーディングや販売も行われている。なかなか見かけることのできない犬種ではあるが、毎年国内で子犬が誕生していて2009年度の国内登録頭数は173頭、順位は142種類中57位であった。顔は高貴で猿に似ている。マズルは細く短めで、足もやや短めである。胸は広く、首や耳。 王の飾り毛は豊かである。耳は垂れ耳、尾はふさふさした薪を。コートは柔らかいロングコートで、毛色はセーブル、ブラック、ゴールド、トライカラーなどがある。体高24から28センチメートル、体重4から7キログラムの小型犬で、性格は忠実で優しくまななけ深いが、マイペースで、頑固、プライドが高く人見知りの一面もある。 基本的に穏やかで健康であり、ペットして最適である。しつけの飲み込みや状況判断力は他犬種に比べて劣らないが、根気強いしつけが必要。運動量は多くを必要とせず、マンションなどの限られたスペースでも飼育は十分可能である。かかりやすい病気は心疾患、水筒症、熱中症や緑内症などがあるが他犬種と比較して多いものではない。 ありがとうございます。